ファビアン・アラン・バルテズは、フランス、ミディ・コール・ピレネー地域圏アリエージュ圏、ラベラネー出身の元サッカー選手、レーシングドライバー。現役時代のポジションは GK。1990年、リーグアンの新興勢力であり自らの故郷にも、ほど近い街のクラブ、トゥールーズでキャリアをスタート。すぐに、若手の有力株として、頭角を表したバルテズはほどなくして、 フランス南部のマルセイユに引き抜かれ、1992から93シーズンには、フランスのクラブ初の UEFA チャンピオンズリーグ優勝を経験する。その後も安定したパフォーマンスを披露し続け、1994年5月26日の対オーストラリア戦で、フランス代表デビューも果たした。1995から96シーズンに AS モナコへ移籍。 モナコでの5シーズン中にリーグ優勝を2度成し遂げ、フランス屈指の GK として評価を盤石のものとした。またフランス代表の守護神としても活躍を見せ、1998年、地元開催のフランス W 杯では優勝に貢献し、レフや新賞を獲得。続くユーロ2000でもフランス代表を優勝に導き、フランスのみならずワールドクラスのゴールキーパーとしても、 名声を勝ち得ることとなった。その活躍が認められて2000年にイングランドのマンチェスターユナイテッド FC へ移籍し、リーグタイトルのダッシュに貢献する。しかし、前回王者として臨んだ2002年日間、ワールドカップでは自身はウルグアイ戦で後セ部を見せるなどしたが、1分け2敗という成績でグループリーグ敗退に終わった。その後ユナイテッドでも、 アレックス・ファーガソン監督をはじめとする、首脳陣との確執や、時折犯すイージーミスによる能力への疑問し、さらに、アメリカ代表 GK ティム・ハワード、北アイルランド代表 GK、ロイ・キャロルらのポジション争いなどで苦境に立たされる。最終的に2003から04シーズン途中での、対談を選択、古巣のマルセイユに復帰した。マルセイユ復帰後も安定したプレーを続けていたが、 2005年2月12日に、モロッコのクラブチームとの親善試合中に、主審の胸に唾を吐き、フランスサッカー連盟から6ヶ月の禁慎処分を受けてしまう。すでにベテランの域に達していたためそのまま引退するのではないかとも囁かれた。しかし、禁慎の解けた後は、マルセイユで再び、スターティングメンバーに名を連ね、代表にも再招集された。彼の謹慎中に、 代表のゴールマウスを守り、高評価を得ていた、グレゴリー・クーペと2006フィファワールドカップドイツ大会に向けて、政 g k の座を争うこととなった。そしてレーモンドメネク代表監督は有力視されていた、クーペではなくバルテズを政 g k に抜擢。本大会では、チームの失点を7試合中わずか3点に抑える、活躍を見せ、フランスの準優勝に貢献した。 W 杯終了後にチームの若返りの方針によりマルセイユを解雇される。バルテズは故郷で病床にある母とできる限り生活を共にしたいとの思いから故郷近郊のクラブであり自らのプロ生活の原点でもあるトゥールーズへの復帰を希望。入団が取り沙汰されるが結局実現せず2006から07シーズンから無所属となった。2006年10月5日 現役引退を発表。まだ2年はできるつもりだったと、本人が語ったように余力を残しながらの引退であり、12月17日に引退撤回を発表した。新たな所属先は広角ゾーンに低迷する FC、なんととなった。パリ・サンジェルマン FC に移籍したミカエル・ランドローの穴を埋めることが期待されたが、チームの広角が決定したことがきっかけで、ファンとの揉め事を起こし、 シーズン終了を待たずに退団した。トゥールーズにゴールキーパーの養成学校を設立した。またフランス代表監督に就任したローラン・ブランから GK コーチとして代表スタッフ入りを打診されたが、誇示している。その後はモータースポーツ活動をしており、2013年のフランス GT 選手権王者になった。ルマン24時間レースにもレーサーとして参戦をしており、 2016年は LMP にクラス8位、総合12位の好成績を収めている。中1フランスサッカー連盟は2000年8月16日に行われた FIFA 選抜戦を国際 A マッチとして認めている。ありがとうございます。